松尾和子さん、こんにちは。生活充実講座を地域に広めたい一日の副代表広報部長の下村拓司です。先日10月28日にはケアメンタカフェのブースにご挨拶をさせていただきました。その時伊藤さんと一緒に我々の生活充実講座の効果につきましてお話を聞いていただきまして、どうもありがとうございました。ケアメンタカフェでは、男性の方の介護されている状況ですね、状況を、孤独になりがちなそういう状況を、改善するための活動をされていらっしゃるというふうに、理解をしました。介護も子育て、も、それを実行されている方、ヤングケアラーもそうですけれども、そういう方々は、社会からですね、隔絶された、感覚になれることもあるのではないかというふうに私は理解をしております。そういう方々に手を差し伸べていらっしゃるということで、素晴らしい活動をされていらっしゃるということがよく分かりました。私どもの一日は、高齢者が安心して暮らし子育てしやすいような取り組みを三原で行っております。ぜひ皆さんのことも、三原の未来を作るという観点から協力し合って活動ができたら嬉しく存じます。それでは引き続きどうぞよろしくお願いいたします。